ガブリオ・カザーティは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、革命家、愛国者である。サルデーニャ王国首相を務め、ミラノの5日間では、臨時政府の主犯となるなど、大きな役割を果たした。ガブリオ・カザーティは1798年8月2日、ナポレオン・ボナパルトによって建国された、チザルピーナ共和国ミラノの高貴な家に生まれた。幼少期は、故郷ミラノで、 科学や政治に関する教育を受けた。1821年から1823年にかけて、カザーティは、姉のテレサ・カザーティの夫フェデリコ・コンファロニエリが、カルボナリに参加していたため、逮捕と有罪判決を受ける。1823年12月、カザーティは、姉に同行して、オーストリア帝国、ウィーンに赴き、 死刑判決を受けたコンファロニエリの原型や恩赦を求め、原型が認められた。1837年、カザーティはギリアニがカルボナリ党員として投獄されているにもかかわらず、オーストリア帝国の公認を受け、ロンバルド・ベネト王国の首都ミラノの市長に就任する。就任の理由は、その高貴な生まれと反貴族的ではない市長、啓蒙された。 地元貴族やブルジョアたちとの交流などがあった。就任直後、カザーティはオーストリア帝国と合意して行政や経済面での改革を実施しミラノの近代化を目指し、1840年にはイタリア最初の鉄道であるミラノモンツァ鉄道の開通やミラノ市街地のガス塔の設置などを実現した。また、同じくミラノ出身であるカルロカッターネオと交流を持ち、 思想面で強い影響を受けた。1844年にはオーストリア帝国を説得してイタリアの科学者会議をミラノに誘致し、またさらなる近代化のための経済、行政改革案を提案すべく、ウィーンに赴いたがそれはメッテルニヒに拒否された。1848年にはタバコへの課税などに反発した民衆がメッテルニヒの失脚を知り、 オーストリア帝国支配から脱するためのミラノの5日間が発生する。当初、カザーアティは戦争にさほど積極的ではなかったものの、カルロカッターネオやエンリコチェルヌスキラが戦争評議会を設立し、オーストリア帝国相手に組織的な抵抗を開始すると方針を切り替える。そして設立されたミラノ臨時政府の議長となって戦争で 主導的役割を果たした。ミラノの5日間では、臨時政府だけでは、オーストリア帝国には対抗できないと判断して、サルデーニャ王国との合併を模索し、カルロ・アルベルトや、チェザーレ・レバルボ、ヴィンチェンツ・オジョベルティなどと接触した。一方で、サルデーニャ王国の拡大主義を否定する、カルロ・カッターネオや、ジュゼッペ・フェッラーリ、エンリコ・チェルヌスキなどとは、意見が対立する結果となった。 1848年5月12日、臨時政府では、ロンバルディアのサルデーニャ王国への併合の是非を問う、住民投票が行われ、カルロカッターネ王などの反対がありながらも併合が決まるを指揮した。しかし、サルデーニャ王国単独では、オーストリア帝国相手では不利であり、各戦闘で敗北が続くと、カルロ・アルベルトは、サラスコの休戦と呼ばれる休戦協定を結んだ。 これは第一次イタリア独立戦争の事実上の敗戦を示すもので、カザーティはこれを認めず8月15日にサルデーニャ王国首相を辞任した。なお、歴代のサルデーニャ王国首相の中で20日という在任期間は最も短いものであった。敗戦後、ロンバルディアはオーストリア帝国領に復帰し、カザーティはフランスのリヨンへの亡命した。 ミラノの5日間から5年後の1853年、カザーティはサルデーニャ王国に帰国し、上院議員を務めた。1859年には、アルフォンソ・フェレロラ・マルモラ首相のマルモラ内閣の下で、教育大臣を務め、カザーティポーと呼ばれる、大衆教育に関する法案を成立させるなど、統一後のイタリア王国に続く教育システムを整えた。 また政治的に大きな影響力を保持し、1865年11月8日から1867年2月13日まで、また1867年3月21日から1870年11月2日まで上院議長を務めた。その任期の間、フィレンツェからローマへの戦都に反対した。1873年11月13日、カザーティは、 故郷ミラノで死亡した。ありがとうございます。